トビーズコーナー、母フィリグリーレース、ボバ関西、火曜ただし厩舎入厩予定。父は団地飛型の新種ボバ、トビーズコーナー、アメリカの G1 ウッドメモリアルステークスを圧勝したスピードに秀でた期待の種ボバです。ダートで実績を残した父ですが、本馬は首差しが軽くスラッとした馬体で、むしろ芝で切れ味を生かすタイプに見えます。窮屈なところがなく、距離も中距離あたりが合っていそうです。父の初年度産駒としてブレイクを期待しています。